皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はね、フラットパープル入りましたよ。はい、メーカー在庫はずっとなかったんですけどね、10月分ということで、で当店にもすぐ来ました。はい、で、在庫しているブラック、そして、フラットシルバー、この3色が現在ございます。あとブルーもね、アクアなんとか青も試乗車でありますので、だから4色とも、見てね、あ、こんな感じなのか、じゃあこの色がいいっていう風にして決めていただければと思います。青はメーカーに在庫ありますから、注文すれば1週間もかからずうちに来ますので、まあ、ちょっと納車整備とね、登録という都合上、まあ、多少お時間はいただくことになるかと思いますが、はい、まあそれ以外でも在庫車でもちょっと今立て込んでおりまして、1台1台ね、ちょっと外して、グリス塗ったりなんだりっていうする都合上、ちょっとお時間、いただく感じになりますので、まあ、そのあたりはちょっとご了承いただければなと思います。あと、まあ、175cc、まあ、180ということで、まあ、ETC とか、あと、まあ、いろんなものね、ちょっとこれつけたいっていう方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そのあと、ちょっとだけね、お時間いただく。その代わり、ちょっとこだわってね、こう取り付けはさせていただいてますんでね。はい。まあ、フラットシルバーっていうのは、この両脇がね、ここがシルバーね、フェンダーもシルバーっていう感じでね、あと横、後ろですね、あそこがシルバーなんですよ。で、グラブバーはツヤありになるんですかね、これはね。はい、そして、まあ、ここの色は、このフラットの黒、こうツヤありの黒っていう感じの色分けになっておりますね。はい、で、フラットパープル、こちらになりますと、ここですね、真ん中とフェンダー、そして後ろは両脇がこの艶消しのパープル、ちょっとメタリック入ってますよね、メタリック調のパープルになるわけです。まあ、ピンクって言ってもいいと思いますけどね。はい、で、グラブアは艶ありっていうことになります。はい、で、横は艶のある黒ですね、ここね、ここは黒なんですよ、両脇はね。はい、そして、ブラックですね、ブラックに関してはまあ、ここツヤあり、ここはツヤなしっていうことで、ここの色分けに関しては、フラットシルバーと、一緒でございます。ただここですね、この横、これが黒、あとフェンダーも黒、そして、後ろ側ね、それも黒になると。で、まあ、ツヤありですね、これツヤあり。で、グラブバーはツヤ消しになります。はい、これは。そういう色分けしてますね。で、あと、まあ、あちらにね、外にちょっとブルー置いてあるんですけど、ブルーの場合は、まあ、ここの色分けは一緒ですからね、ここが一緒で、で、横と後ろがブルーになるということですね。で、グラバーは艶消しということで、はい、4社ともちょっとこう、色分けの仕方がね、特徴があって、はい、面白いなと思ったりいたします。で、エンブレムですか、このね、キムコ TCS とか、あと後ろに KRV っていうエンブレム入ってますけど、黒だけはゴールドタイプになりますね。ね。後ろ見ますと。ちょっとね、狭くてあれなんですけど、ね。これちょっとゴールドね。になるということでございます。他のはまあ普通の、まあ、シルバーっていうのかな、なんていうんですかね。そうですね。このキムコっていうステッカーと KRV。で、こっちは、パープルの方はシルバー、まあ、普通の、ね、シルバーですけど、フラットシルバーの方ですね、シルバーの方のロゴはちょっと色が濃い感じがしますね。はい、まあ、シルバーしちゃうとね、もう分かんなくなっちゃうっていうのもあると思うんですけど、はい、なので、この色分けとかね、はい、それでちょっと色々変わってますね。はい、で、まあ、スクリーンとか色々、まあ、あったりもするんですけど、ここの部分ですね、ここの部分にドライブレコーダーのカメラをね、入れるためのカバーとかもオプションで、ございます。はい。で、うちに今在庫してますので、まあ、よろしければね、お声掛けいただけると、はい、販売させていただくことは可能となって、ございます。まあ、その他ここのカバーとかね、そういうのも、オプションで、台湾の方でね、オプションで設定されてるんですけど、それでちょっと取り寄せてありますので、はい、在庫品に関してはすぐちょっとうちの方でね、お出しすることは可能でございます。まあ、興味のある方はね、お声掛けいただけると思います。さあ、そしたらシート開けてみますか。こんな感じでね、とまあこんな感じね。で、スマートキー、そしてミラーみたいなね。で、あとまあ保証書とか取説だとか、あとバッテリーが入ってるんですかね、一番下にね。うん、こんな作りになってございます。はい、
俺は向こうも一緒ですかね。開けられない開けられない狭い、はい、っていうところでですね、はい、在庫ございますので、まあ、実写をねご覧いただき、ね、いただいて、そしてあと試乗車もありますんでね、もしよろしければ試乗していただいて、その良さをね実感体感していただければなと思ったりいたします。はい、まあ、できればねうちで試乗してうちで買っていただければいいんですけど、ちょっと近くのお店にないんで、ちょっと試乗だけしたいって言ってね来ていただいてももちろん結構でございます。まあ実際乗っていただいてね、であいいと思ったらその近くのキムコの販売店でご購入いただければなと思います。でおそらく、これ入りましたんで全色今メーカーに在庫あると思うんでね、お店に置いてないようなところでも在庫してないお店でもすぐ取り寄せは可能かと思いますんでね、はい、なんかすごくいい人みたいに言ってるよ、何自分のところで試乗して他で買ってって、ついにあれだね、いや違うんです、そういうねことで言えるでしょ、これあちょっとこれやってくださいよ、ね、うちで買ったのを向こうそちらでね修理とかもしあるかもしれないじゃないですかね、その時にいやお願いします、いやそれはうちはやりません、いやしうちで試乗してそちらで買ってるじゃないですかみたいなねダメですか、それ通用しない、おかしいなね、はい、一応ねこんな感じでやらせていただいてます。力入れてます。力入れてます。あんまりこうね、言うとね、こう、売りたい、また売りたいがためにとか言われるとやらないんですけど、あ、いいですよ、本当に。うん、いい。もちろんね、もっとこうだったら、ああだったら、それはあります。それはあります。ただ、まあ、そうは言っても、やっぱりエンジンがフレームにくっついてるっていう、ね、後ろスイングアームになってるっていうのは、予想以上にいいですね。T-MAX っていいんでしょうね。違います。T-MAX はいい。いい。いい、あこれいいじゃないですか。だからそういうことですよ。え、最初は良かったんだけど、だんだんなんかおかしくなってきたよ。もうやめた方がいいんじゃないか。ね、はい。そういうことでですね、はい、こんな感じで、ね、ありますんで、ぜひ KRV をよろしくお願いいたします。ね、キムコジャパンの再社長に代わりましてね、私が代わりにね、宣伝させていただきます。大丈夫ですか、それで。よろしいですか。はい。ということでですね、はい、こういう感じでやってますね。あと、ブレンボのね、キャリパーとか、もう、ちょっと、サポートをちょっと取り寄せたんですよ。はい。キムコから買えなかったから、ちょっと別件でね、買いまして。で、入りますね。入る。うん、問題なく入る。ラジアルマウントもいけます。ラジアルマウントいける。で、もしね、ラジアルマウントのブレンボを使う場合は、キムコ純正のやつを使ってくださいよ。AK550 についてるやつ、右側。それがそのままつきますから。はい。ただ、マスターシリンダーがちょっと、径が大きくないから、4ピストン、ね、台形ピストンの4つになっちゃうから、ちょっと握りが深くなっちゃう可能性はありますよね。そうすると、マスターシリンダーも大きいのに変えたいなとかね。困っちゃうんですね。悩みの種ですね。でね。はい。まあ、そんな感じで、KRV、はい、また入りましたんで。本当によろしくお願いしますよ。お願いします。はい。うちでできれば買っていただけると私が嬉しい。ただそれでございます。はい。ありがとうございました。